はい、おはようございます。ラスカルでございます。本日はですね、久々に茨城県に来ておりまして、勝龍栄店さんというお店にお邪魔しております。というのも、こちらのお店にですね、 D レンジャーつけ麺っていうね、なんか5種類のつけ汁が用意された約ね6キロぐらいのチャレンジメニューがあるらしいんですよ。本日はね、そちらのチャレンジメニュー、久々なんですけれども挑戦しに来まして、本日訪れているのは僕一人だけではなくて、一緒にね来る人がいるんですけど、まだねちょっとゴールデンウィーク中で道も混んでまして到着してないってことなんで、その方がね来るまでもうちょっと待ちたいと思います。それにしてもね、今日ゴールデンウィークなんですけど、めちゃめちゃ道混んでたわ。普段だったらね、ここまで来るのに1時間ちょっと、まあ1時間半かかんないんだけど、やっぱりね2時間は余裕でかかりました。あー、ゴールデンウィークはね撮影出るもんじゃないねまあといっても、まあこのゴールデンウィーク中の撮影はね今日1日だけなんで、気合い入れてね久々のチャレンジメニュー頑張っていきたいと思います。ということで、ただいまね店内に入っておりまして、まあこれからね撮影でございます。で、今日はね、一応その大食い系でね動画を撮ってる人が5人ほど、まあ僕合わせて5人一緒になってまして、今回は、まあ、ガジュさんと安藤さんとユタくんと、最後にね45分ほど遅刻してきましたマックスさんの登場でございますね。遅れすぎなんだよ皆さん。本当に遅刻は人の信用を失いますから、助けてください。カツルさんぜひ来てね、美味しいからラスカル君頑張って、はい、で、本日ね改めまして僕が挑戦させていただきますのが D レンジャーつけ麺という、約ね汁も込みで6キロほどあるチャレンジメニューでして、制限時間の方が45分でございます。つけ汁に関しましては、具材を食べきれば会員はしなくても OK ということで、まあ基本的にはね、この丼の具材を完食した時点で、まあ終了ということでございます。まあちょっと楽しみではあるんですけれども、以前ね、挑戦したマックスさん曰く、結構ね、きついチャレンジってことだったんで、まあ僕も久々ってのもありますし、今回はね、もう食レポとか、まあ、全くしないわけではないんだけど、ほとんどせずにね、ガチでチャレンジしていこうと思います。でね、もう僕の料理も作っていただいている最中ではございますので、到着するまでね、もう少々待ちたいと思います。ということで、例えばね、こちらメニュー到着いたしました。めちゃめちゃでかいですで、今回のつけ麺はつけ汁が5種あるんですけれども、こちら麺の方もただのつけ麺ではございません。まあ、これ見えてると思うんですけど、トッピングが味玉、餃子で、チャーシューも3種に極太麺米、海苔が入った、まあ、豪華なねトッピングのつけ麺でございます。で、これね制限時間45分にセットさせていただきましたので、本日はですね久々に本気のチャレンジメニューに挑んでいきたいと思います。お願いします。はい、3、2、1、スタート。それではいただきます。いただきます。ありがとうございます。よっしゃ、とりあえずね、あの麺がつかめないので上の具材からいきたいと思います。チャーシューですね。ま、あー、うん、あぶり、うまっうん、うわ、巻きちゃんもとろとろだわ。で、こっち鶏ですね。うん、まちょっと続いてこちら餃子ですね。うわ、うまっ。あ、ビール飲みてうまっ、うん、ちょっとこれ麺いっちゃいましょう。でもチャレンジもね、まず麺だけで。この麺めっちゃうまいぞ。うん。
弾力もしっかりあるし、もちもちツルツルのシコシコで、まあ、風味とかね、味もめちゃめちゃ美味しいです。じゃあまずはこちらの漬け汁いってみましょう。1品目こちらでございますね。これ豚魚だね、濃厚系な、まあ、豚と魚介系なんだけど、まあ、比較的甘みは抑えられてて、これがね、この飽きのこさせない味になってます、うん、うまっ。また香りも強くてうまいわ。チャレンジャーけど皆さんに見せたいわ、これこの濃厚さっすよ。もう麺にめちゃめちゃ絡むから、うまっ。うん、じゃちょっと次に行ってみましょう。この漬け汁は何だろうな。続いてこちらでございますね。よいしょ、よいしょ。今度はもっとつけて、うん、あ、うまっ。これ味噌だ、めっちゃ濃厚だわうん、やっぱつけ麺なだけあって各種ね、濃度がすごいわ。これ3種目の漬け汁ですね。こちら、あ、もう見るからに辛そうなんだけど、これ激辛系なんかな。ベースは味噌系だとは思うんだけど、まあ、そこにライブは効いてて、まあ、ピリ辛な感じ、あ、でも結構辛いかもな。これチャレンジでは結構きついかも。ではチャレンジ系は、てかチャレンジ系というか大食い系はこの辛いのきついからね。波盛りであれば、チャレンジじゃなければね、この激辛系でもっと食べたいんだけど、
今回は控えさせていただきます。申し訳ない。これは後から絶対ダメージくる辛さだ。よっ、いや、ちょっとチャーシューも一回漬け汁に浸したいんだけど、続いてのお漬け汁ですね。はい、続いてはこんな感じでございます。うん、これなんだろう、これもね、多分トンゴ系のベースなんだけど、最初にいただいたやつよりもちょっとね甘みが強くなって、柚子も入ってんのかな、ちょっと爽やかさも増してすっごくうまいですね。結構ね、濃度がすごいから全然ね、落ちていかないんだよね、お腹に。はあ、これ結構やばいかも。これで6キロはやばいな。なんだ、もう半分ぐらいになってきたかな。まだ半分か。結構来てるよ。ちょ、ごめんね、ゲップするわ。そしたらこれ最後のつけ麺に参りましょう。これがね、最後のつけ麺ですね。まあ、見るからにおそらく煮干しが強いんじゃないかなと思います。ちょっとラー油は結構浮いてるからしっかり混ぜさせていただきますね。すっごっ、よいしょ。ちょっとこれやばい、めちゃめちゃもうセメント色よこれ。いただきます。うん、煮干し系じゃなかったわこれ。黒ごま担々麺だ、めっちゃうまいなこれ。あ、うまいけど、やっぱダントツ香りが強いからさ、これも結構大食いするにはきついかもね。
トシちゃん、トシちゃん、今日ガチチャレンジだから叩かれるからやめた方がいいよ。まさかのね、今ふわっと文福飯店のトシちゃんさんがね来てくださってました。びっくりあのね、奥様も一緒に来てくださってるわこれね、今ね動画でチャレンジだから言われると思ってそう言って言ったけど、今個人的にめっちゃ嬉しいからそしてね、シュンとしてあっち行きました。シュンとしてあっち行きました。お腹いっぱいの前にすごく濃厚だからなんか、ね、飲み込めなくなってくるね。まだまだお腹は入るんだけど、必然的にね咀嚼が増えますわ。
これで、ほぼ麺はこれ、ね、なくなりましたね。ここに入ってる分だけでございます。
最高ですね。うん。うん。ごちそうさまでした。ということで、本日のタイムこちらでございますね。残り時間が20分と31秒ということで24分29秒、そう合ってます。よし、おめでとうございます。一応以前チャレンジされたマックスさんが43分ぐらいかかってたから一応最速記録ということで、リレンジャーつけて最速記録達成ということで。本当にでもこれめちゃめちゃ美味しかったです。基本的にはね、お店で提供しているデフォルトのつけ麺に少しアレンジを加えた、まあ、何種類かのねつけ汁を用意していただいてるんですけれども、まあ、もう本当にねベースが濃厚で、まあ、とにかくうまいんですよ。チャレンジだからってことは全くなくて、やっぱりねこうやって飽きずにいろんなつけ汁を食べれたので本当に最後まで楽しくいただくことができました。ただやっぱりお肉も多いし、もちろんつけ汁もねものすごく濃厚なんで、まあ、油分っていうのかな、まあ、油分っていうのがどん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 ね蓄積されて、結構ね思いのほかこれ重量以上にきつさはあるなと思いました。で、今回ねもちろんこれチャレンジメニューではあるんですけれども、チャレンジじゃなくても一般の方でも注文が OK ということで、一応ね、まあ、6キロもあるんで1人じゃちょっと厳しいじゃないですか。4人までシェア OK ということで、これね事前に予約していただければ、まあ、4名様で、ね、これシェア用メニューとして販売価格は4000円で注文できますんで、ぜひねこのメニューをシェアしてもらって皆さんでね楽しんでもらうと一番いいのかなと思いました。ということで本日もご視聴ありがとうございました。この動画がと思ったらチャンネル登録、コメント、高評価、またですね、サブチャンネルの方でゲーム実況なんかも始めさせていただきましたので、ぜひねお時間がある方はそちらもご覧ください。あとね今日みんな来てる、みんなのねチャンネルの方でも勝龍さんの動画上がると思いますんで、ぜひねそちらの方も動画ご覧ください。それでは皆さん、じゃねー。